こんにちは、インディゴライフの愛です。今日は妹に赤ちゃんが生まれたので、前半はライズに赤ちゃんを乗せるための準備と、後半は赤ちゃんのためにスライドドアの車トヨタルーミーを納車したので、最後まで見ていってください。こちらは遡ること1ヶ月前の妹の臨月のお腹です。この時間軸では出産予定日の1ヶ月前です。かわいい。かわいいね、ベイビーインカーっていうね、マグネットを買いました。で、買ったのはいいんですけれども、ちょっと貼ってみますね。素材がウレタンとかあれなのかな、アルミか、アルミニウムなのかな、つかない。横っちょの方はつくんだけど、これじゃね意味ないんですよね。だからね、ちょっと今からね、まあ、改造してきます。このマグネットをどういう風に内張り用に変えていくかというと、マグネットにラミネートをして、ラミネート部分に穴を開けて吸盤を内側に向くように取り付けるという作業をしていきます。これね、なんで外張り用のマグネットタイプを買ったかというと、今自分たちの所有している車がオープンカー2台とコンパクト SUV で、まだ新生児だから屋根を開けるつもりもないんですが、オープンカーにすると天井から後ろのガラス部分までがトランクに収納されちゃって、内側から貼るタイプだと貼る場所がなくなっちゃうからです。わざわざ外張り用を買ったのに、それがあだになっちゃいました。最近の車ってマグネットがつかない素材なんですね。だからアマゾンで探して買う時もかなり種類が少なかったのかな。ちなみに今ライズに取り付けていますが、赤ちゃん用に新しくスライドドアの車をトヨタで購入して増車しておきました。やっぱりスライドドアが乗り降り楽ですもんね。このスライドドアを買うエピソードがあって、トヨタのディーラーさんに行ったら納車が3月と言われて、妹の出産予定日が2月末だったので、慌ててその場で決めて、持ってた100均のハンコを押して現金一括送金しておきました。この車も何もなければ3月納車予定なので、その時にまた動画にしますね。じゃあちょっと出来上がったので、ピカチュウのマグネットとスターバックス風のマグネットを試しにフロント部分に取り付けてみますね。うん、いい感じ。頑張った甲斐がありました。続いてベビーシートの取り付けです。取り付ける前に取扱説明書を熟読していきます。一見簡単なようで意外とややこしかった。でもね、赤ちゃんのためにお姉ちゃん頑張る。こちらのベビーシートは知人からのいただき物で、調べたところ西益屋さんで約5500円で販売されているものでした。これにはシリーズがあって、いただき物はマムズキャリー2で、現在では3まで出ているようです。使い方は3 way できて、1つ目は移動の際に使うキャリーとして、2つ目は車内でチャイルドシートとして、3つ目は室内でロッキングチェア、ベビーチェアとして使用するというもので、軽くて幅広いシーンに対応できるタイプでした。ベビーシートの取り付け練習中です。シートベルトが引っ張っても手を離したら戻っちゃうので、1人で取り付けるのはなかなか難しいです。シートベルトがよじれちゃったり、通したいところに通そうとしてもシートベルトが戻って突っ張って、ちょっとイライラします。また退院のお迎え前にでも練習しようと思います。赤ちゃんに会えるの楽しみすぎです。生まれて1週間後の退院の時にベビーシートに乗せる動画は、某ウイルスの関係で外は一瞬で、すぐ室内へ連れて帰るのに精一杯でバタバタして撮影できませんでしたが、1ヶ月検診の時載せたのでご覧ください。
生後 3800g の時の甥っ子の映像です。このマムズキャリー2は背もたれのリクライニングはできないので、キャリー自体を赤ちゃんの成長に合わせて角度を決めて、後席背もたれと助手席シートの背面でしっかり挟み、シートベルトをたるみのないよう強く固定して使いました。動画の始まりは撮影日が1月2月でしたが、時が過ぎて今の時間軸では3月28日退案です。赤ちゃんのためにトヨタのスライドドアルーミーを購入し納車したので、これもまた近日レビューいたしますね。本日もご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録で応援お願いいたします。